はいどうもこんにちは、おもちゃんでるんです。さあ今回は、はいこちら行きましょう。久しぶりに中古のおじさんやってまいりました。今回はね、もうほぼ賭けみたいなもんですね。ほぼ賭けみたいなもんなんですけど、メルカリで、まあ、古き良き時代のトミカタウンをね、中古で購入いたしました。で、まあ、写真見た限りはまあマシなのかなと思ったんですけど、正直どうなのか分かんないんで、今から開けてみていきます。で、本当に僕ね、まあ皆さん真似しないでくださいね、中身開けないで受け取り完了ボタンを押してるんで、もう今これ開けて何も入ってなかったらね、もうそれで終了なんですけどもね。まあもうどんな状態でもね、決して文句はクレームは言えない状態なので、はい、ちょっと覚悟して今回の動画を、撮るために、受け取り完了いたしましたので最後までどんな感じになるのかぜひお付き合いください。ちなみにね、値段的にはね6000円ちょいかな、6000円後半だったと思いますが、ネッツトヨタとかね、ドコモとかそういったものがね入ってるんだと思います。さあそれではね見ていきますか。はい、お、まあそんなめっちゃ悪くなさそうね。出品者さんも割とこう丁寧っぽいで、あ、箱綺麗。今んとこプチプチ越しにはマシっぽく見えますね。多分なんかね、小物系がねちょこちょここう抜けてるみたいなんですが、まあいいんじゃないの。お、意外といいかもしんないよこれ。まずこれがあれか、タイムズですね、タイムズで。それ以外が箱あって、ほら、交番とネットトヨタとドコモショップね、箱がね割とそれぞれ綺麗だと思うんで、これは割といい買い物したかもしんないですね。ドコモショップ僕持ってないですよ。で、ネットトヨタは以前にちょっと新品買ったんですけど、それは新品だけで多分ね1個6000円ぐらいしたと思うんで、まあ箱見る限り今んとこちょっと期待できちゃいますね。じゃあとりあえず見ていきますか。僕交番とタイムズは持ってるんで、一回ちょっとこれは置いといて、ここはねちょっと僕未だに手にしたことないんで、じゃあちょっとね見ていきたいと思います。じゃあまずね、ネッツトヨタからいきましょうかね。多分この付属のトミカとかついてなかったと思います。いいですよ、このなんかね、僕的に言うとこう宝くじを買ってるような感覚で買ってるんでね、はいさあではまずね、最初トミカタウンネッツトヨタいきましょう。ちなみにね、当時の価格を買ってますね。これジャスコで、まあ、1480円で売ってたみたいですね。まあ今でいうあれですよ、イオンですよ、ジャスコイオンね。でネッツトヨタね、本来ね完品であればこんな感じでトミカも1台ついてると、さすがについてたらね、まあめっちゃラッキーなんですけど、それはないと思いますがね。さあでは行きましょう。ほんと箱の状態は非常に綺麗ですね。でどこまでパーツ揃ってるか分かりませんが、はい、一応あ、こんだけのパーツが入ってたら OK と。さあでは行きましょうか。ドキドキのワクワクですよこれね、はいそれが、残りまでいっぱい待ってるんで、ではでは行きます。あ、ちょっとまあ小傷はある感じかな。さあでは出していきましょう。まずはい、これがテンポ。あ、色の焼けとかもそんなになくて、で、あ、シールの状態もいいし、まあ割と使用感はさすがにありますけどね、いいんじゃないですかこれ。ネッツトヨタ初めて見たけどいいねこれ。ほんとね、ボクシオ、リッツ、アレックス、ラームね、古いなー。いやでもなんか非常にいいね、中のこのシールとかもいい感じですよ。めっちゃ時代感じますね。おお、アルテッツァだアルテッツァで、これ、あ、ここちゃんと回るしね、お、いいんじゃないですか。展示台とかもあって、でここ押すと、あ、ちゃんと自動ドアも開くと、おお、若干まあ汚れとか擦れあるんですけど、うん、よしよしよし。でそれ以外に、あ、これが駐車スペースね、ちょっと汚れてるかな。でそれ以外に道路系のパーツですね、こんな感じが入ってますね。まあちょっとこうね傷とかはありますね、若干こう遊んだ感、こうタイヤ痕みたいなのがついてるけど、まあこれもよしとしましょう。で、あ、立ち木もあります、立ち木もあって、でいろいろあります。ちょっといろいろこうバラバラで出てきますが、これガードレールですね、ガードレールが入って、でこっちもガードレールね、ガードレール状態いいね。でこれが、あ、街灯ね、はい、街灯もおなじみの街灯ですね。であと立ち木がもう一本あって、でこれが道路ですね、スロープ付きの道路と。でしっかり本当にいろいろ入ってるね。あ、上の看板あった、店舗の上の看板ね。シールの状態もいいし、変色とかも特にそんな目立たないんで、ちょっとつけてあげましょう。はい、ガタイ、おー、ネッツいいですね、いいですね。でもう一つ、これが歩道で、あと植木ですね、これ植木、これはねここにつけておきましょうね。はい、こんな感じで、よいしょと、つかない、硬いよ、はい、これで OK。 であとはいろいろ入ってるんですが、さすがにトミカはなかった。残りは街灯と、あとガードレールが3つですね、ガードレールが3つ入ってて、それぞれ状態大丈夫で、あと立ち木もねもう1本出てきました。
はい、とりあえずまずね最初熱トヨタね、こんな感じですね。とりあえず木はね3本ね足りてて、で歩道関係は直線のやつ、直線のやつはあるんですけど、あの角のパーツが2個入ってるはずなんですがないですね。でこれ駐車場のパーツは1つでしょ。で店舗に、あと街灯も2個抜けてて、でガードレールがめちゃ多いこれ本来ね4つのはずなんですけど2個多めに入ってる。だから他のと多分混ざってるかもしれないね。であと標識とかがねなんかねあるみたいなんですよね。ここ見ると分かるんですが、ここのこの標識とかなくて、あとフィギュアですね、これもなくてトミカもなかったと、まあそんな感じになってます。でそれぞれの状態は今もうご覧いただいた通りで、まあ、全然問題ないかなと思います。じゃあちょっととりあえず組んどこうか。この状態で説明書通りに、よいしょ、とりあえず組んじゃおう。あ、こっちか、逆でしたね。こうですね、こうしてこう横に置いてガードレールつけておいて、であとは歩道関係が、これでしょ、スロープと普通の歩くやつね、ここをこうつないで、よいしょ、これでガチャンとね、こうつないで通って、こっちにも歩道をつなぎまして、もうあとはねまあ適当でもいいんですけど、とりあえずまあその通りにしておこう。ガードレールが多いからどうしようかな、とりあえず避けとこうか。立ち木はここら辺みたい、こうしてこうしてこうで、街灯が足らないんでとりあえずここつけて、でもう一本はここにしとこうかね。まあとりあえずこれちょっと2個余りましたけど、こんな感じでねまず熱取れたね、できました。あ、いいね。トミカちょっと後でね一気にこうもう全部開けてからこうちょっと置いてみたいと思います。うん、完品ではないけど本当良かったのかなと思いますね。これだけでもそこそこな値段で売ってそうな気がする。まあ言ってもまあ2000円ぐらいだと思うんですけど、まあ、ということでまずねこれ熱取れたでした。では次ドコモショップ行きましょう。ドコモショップはね本当にね新品持ってなくてね、これがどこまで揃っているのかがちょっと気になるところですけど、さあさあではでは、どこまでねこの店舗を作ることができるのか。パーツ数ははいこんな感じになってるんで、ではね見ていきましょうか。よし、いきますよ。トミカタウンのドコモショップね、昔買っときゃよかったな本当ね。前になってこんな高くなると思わなかった。さあでは行きましょう。まず店舗、あちょっと、あでもこんなもんなのかな、もともとなんかパッケージが黄色っぽいんで正直こんな色なんですかね。あ若干でもちょっとシミとかあるかな、シールにシミとかありますね。内装とかは綺麗ね。で外見はなんか黄色いんですけど、もともと黄色いっぽいんで、そんなめっちゃ色が変わってるとかいうわけではないのかな。でも道路の部分がちょっと黄色い感じするんで、いいっていうわけじゃないですね。我慢しろって言われたら我慢できるレベルかな。微妙まあまあ一応見た目はいいか。だからちょっと綺麗にクリーニングしたら割と使えそうな感じですね。ね、ドコモショップいいですね。あるだけでもだいぶ違いますもんね。ちゃんと駐車スペースが最初からついてるっていうのがいい。で今これね街灯出てきたんで置いといて、でさらに、あ、上りね、おー、私だけのアイモード、すごいなこんな上りもないでしょうね。で、あ、ドコモの上りも出てきましたね。状態はいいですね。いいですね、いいですね、ドコモショップ。で、あ、こんなちっちゃな看板とかもちゃんとついてる。ね。おー、回転するんだ、これ。すご。こう回転するギミックになってます。面白い。で、それ以外に、あ、ちょっと嬉しいものが今奥に見えたんで、また後でちょっと言いますけど、これ歩道でしょ？状態はまあまあ普通です。これもスロープ付きの歩道ですね。普通ですね。で、立ち木で、あと、あ、標識もちゃんと入ってる。こっちは結構いい感じよ。ね、で、街灯に、あ、こんな看板もありますね。で、同じくまたこれ、アイモードの上りに、植木です。で、こちらね、歩道ですね。で、ね、ここでもう出しておきましょう。はい。これは、なんだ、警備員さんになるのかな、これ。ね、昔ながらのあのミニフィグですよ、まあ、今の時代でいうプラキッズですけどもね、スリムタイプやった KB さんついてた、これテンション上がります。であとこれね角の歩道もついてました、素晴らしい。でこれがガードレールで、あとこれなんだ、シールっぽいのがあって、あ、まだ貼ってないシールもあった。これ未使用のシールシートですね。一応これ番号が9番から11番なんで、多分あれですかね、こっち側に多分1番から8番とかあったんですかね。まあこんなシールもついてると。
で以上ですね。じゃあちょっとこう並べましょうか。はい、こんな感じですね。まあ店舗はね、若干ちょっと汚れは目立つものの、それ以外の小物関係は意外と揃ってましたね。うん、標識とか絶対ないと思って標識あって、で歩道も揃ってますね。歩道揃ってるし、街灯も揃ってるでしょ。で上りもあるし、でこの植え込み、これ多分なんか色違う、こっちなんかちょっと茶色っぽいやつなのにこっち白いのついてたね。これ何でしょうこんなもんなんだな。で、あとなかったものといえば、この大きな看板ですね。これがね、欲しかったんですけど、なくて、あと植木がね、色違いですけど、もう一つがなくて、あとね、付属のトミカもさすがになかったですね。まあ、ただただ、まあ、これも、まあ、しっかりとね、こう組んだらね、いい感じになりそうなんで、じゃあ、ちょっと、とりあえず組みましょう。ドコモショップの組み方はどうなんかな？ここに看板で、で、こっち側に回転する看板ね。これがなんか好き、僕。向き間違えた。よいしょ。こっちですね。こっち向きにつけてあげると。で一応色違いますが、植え込みとで歩道をつけましょう。こうして駐車スペースに入るためのスロープ付きの歩道ですね。歩道パーツに、でこっちをカーブをパーツでよいしょつなげて、上からガチョンとね。よし、いいですね、いいですね。でここに木をつけまして、アイモード。これいいわ。このアイモードいいわ。アイモードをつけましょう。で、街灯ね。街灯をね、こうでいくね。こうして、で、標識ですね。標識付けの、さらに街灯を、そしてガードレールに NTT ドコモの上りと。おー、もう、ほぼいいんじゃないですか、これ。全然でっかい看板だけちょっとないんで、あれなんですけどね。で、このフィギュア。てか、これ、違うな。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あれ？これね、おまわりさんでしょ？こう、おまわりさん多分、こっちっすね、これ。警備員じゃない、これ。おまわりさん、こっちのやつだ。交番のやつ。こっちは普通のサラリーマンのお兄さんですよ、これ。こっち見たらわかるかな、これ。入れ間違えてるね。まあいいや。面白いね。まあとりあえずドコモできました。はい、お前さんでしたけど、まあまあこれも、うん、見た目めっちゃいいね。あー面白いね。まあこんだけ楽しめたら多分十分だと思います、僕的には。ということで、これ2つ目ね、トミカタウンのドコモショップでした。さあでは次行きましょうかね。交番、この中に何が入ってるかすごい気になるんですけどね。交番行きましょう。よし、ちょっとこっち置いといて、さあさあ、ではでは交番ですね。これはまあ以前にね、僕自身も紹介したことありますね。セット内容的にはまあまあこんな感じになってますね。簡単なちっちゃな交番に、でおそらくさっきのフィギュア、これですね。これ警察官お前でしょ。で標識に、歩道とかガードレールに、あと角のね歩道もあります。でこれがどこまで入っているのか、いきますか。ではでは参りましょう。3つ目、トミカタウンの交番です。ではでは参りましょう。お、なんかいろいろ出てきて、あれあれ2体存在してる。これどこから紛れ込んだ。これが2つあるっていうこと時点でなんかちょっと不思議なんですけど、あれこの人交番2つ買ったのかな。なんか面白い。お兄さん出てくる予定だったんですけどね。まあいいや。で、立ち木ですね。立ち木に街灯を、で角の歩道でしょ。今のところ状態バッチリですね。で、こちらに歩道ですね。はい、こちらもまあまあ使用感はあるものの大丈夫です。で、あとガードレールでしょ。で本体かな、ちょっと出しましょうかね。以上ですね。はい、とりあえず交番の本体見ておくと、くるっとね、こんな感じです。あれ、これ僕前見たやつと一緒かな、買ったやつかなと一緒ですかね。なんか若干違うような気がするんですけど、あ、外れてる、大丈夫かなこれ。浮いてるわ、はまるかな。そこの爪が、あ、入った、よかったよかった。まあ変色とかも特に目立たないし、傷とか欠けとかも、うん、交番はないですね。あ、ちょっとここのシールの剥がれがあるくらいかな。で、ドアもちゃんと開くし、中のシールもバッチリですね。いいね、いいね、いいね。ドア開くかな。あ、開きますね。ロッカーもあります。交番。素敵ですね。で、確かこれ電池入れたらあれですよ。光りますよね。あー、あった。ここですね、これ。前僕紹介したやつ、確かギリギリ光ったんですよ。で、これは？あ、光った。電池も入ってた、これ。やった。ちょっと若干接触悪いのがどうなんだこれ。こんなもんか。あれ点滅すんのかなこれ。点滅してますね。こんなやつだったっけ。まあ忘れちゃいましたけど、いいよ。
ね、全然ありですね。お、よかったかった。でも光ってくれてよかった。これはこれで価値ありますね。じゃあちょっととりあえず組んで、それからね、あのなしのパーツちょっと見ましょうか。こうして、で、あ、これもさっきつけてよかったで、こうしましょうね。まあ工場も非常にこれコンパクト、ね、ガードレールをよし、ここに取り付けまして、立ち木はここですね。で、街灯をつけてと、で、あ、標識はないんでこれ仕方ないんですけど、とりあえずこんな感じになりました。うん、素晴らしい、状態もバッチリです。で、中身で揃っていなかったのはこのね、こちらの標識が入ってませんでしたね。それ以外が全部入ってたんで、まあなかなか良かったのかなと思います。でも肝心の標識ないとはちょっと潰し効かないんで、標識あった方が良かったかな。歩道ね、ないとかガードレールないとかだったらね、他で代用効くんですがね。ちょっとだけまあ残念でございましたが、こちら3つ目富方の交番でした。ああ、素晴らしい、電池もね入ってて光ってくれるという素晴らしい状態で届きました。まあ良かったのかなと思います。じゃあ置いときましょう。よし、てか本当にあの、なんでこう警察官というかおまわりさんが2体いるのか分かんないですけど、もう一人こっちもどうせなら置いとこうね。で、残りですよ。これはもうなんか袋に入ってるんで、まあ箱はなかったんだろうと思いますけど、よいしょ、これがあれですね、タイムズですね。あのリフト式のあれですね、駐車スペースだけちゃんと動いてくれたらいいんですが、これがね、完品だったらどんな状態かっていうのがちょっとおっと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 分からないんですけども、どうなんですかね。あ、看板ある、やった、これちゃんと入ってる。で、ちょっと、画像を拝借したところ、多分ね、ちょっと出しておきましょうか。まあこの分ですよね、多分これが今回買ったやつだと思うんですけど、これ多分僕持ってなかった気がするんですよね。で、結構ないもの多いです。パッと見ね、あのここの歩道のパーツはないですね。歩道のパーツとか、あとタイムズの上りもないですね。で、あと本来このゲートですね、ゲートとこことこのカードね、これをこうつなぐ紐とかもないよね。うん、ちょっとタイムズに関しては箱もないし、あまりあれなのかな、まあいいものではなかったのかもしれませんけど、まあベースがしっかりしてたらいいかな。うん、ちゃんと上がるかどうかちょっと確かめましょうか。リフトアップいけるかな。右側がどうだ。あ、上がる上がる上がる、上がりますね。右が上までちょっと上げときましょう。ここが限界かな。上がりますね。で、左側も上がりますね。問題なく、特に異音もせずに上がりますね。同程度の高さまでバッチリと上がりました。なので OK ですね。このギミックはバッチリと。で、ちょっと組んでいきますが、まあ植え込みの状態も悪くないのでよしですね。ちょっとこことで、植え込み他にないね、つけるところ。写真見てもね、どこにしたらいいか分かんないですけど、植え込みがね、これ4つもあるんですよね。これ含めて4つあります。なんか多いね。で、街灯が、本来は歩道につけるんですけど、まあいいや、適当につけとこうか。で、ガードレールはここでもいいんだ。まあ、ガードレールも本来であれば歩道につける分が合わせて4つあるみたいなんですが、ここに入っていたのは、3つですかね。まあ、とりあえずつけたことは、街灯をつけたことないです。これなんかどうやらここみたいです。ここにこうか、こうつけるみたいです。で、どうしよう。とりあえずこれ置いとこうか。これこう置きまして、料金所ですよ。料金所置いて、で、この看板って一応タイムズだけど、どこだ。あ、ここか。これここだ。これは大事ね、これ大事で、こいつがどこ。これ有料駐車場、これなんか違うやつやな、これわかんない。わかんなくなってきた。これタイムズのやつじゃない気がするね。料金違うもんね、これ。面白いな。まあとりあえずちょっとセットできるだけね、セットして余ったパーツは避けましょう。はい、結構余りました、ね、なかなか面白い出品者さんですね。はい、ということで4つ目こちらね、タイムズでしたが、結構まあパーツはほどほどによく、まあ適当な感じはしましたけども、まあこういったギミックとか、あとこのリフトもね上がったんで、まあ何かしら使えるのかなと思います。とりあえずこのセットで、まあ、6000円ちょっとだったら、まあ、皆さんはどう思いますかね。高いか安いか難しいところだと思うんですけど、まあね、ドコモとネッツトヨタと交番とかこの辺はね、まあ割と価値あるものだと思うんで、まあね、あの状態はね今は考慮しないで、あるっていうことだけでまあいいかなと思うんで、まあ楽しめたから僕はよしとします。
ポジティブにいきましょう、ポジティブにね。で、箱があったのがまあ救いですかね、あのコレクターとしてはね。うん、まあ、また状態がいいものが見つかればこれは売るかそれとも予備で置いとくか分かんないですけど、まあ、今回これで良かったのかなと思います。じゃあちょっと適当に並び替えてトミカも置きましょうか。はい、とりあえずすんごい適当ですけども、トミカとトミカタウンを並べてみましたまあ時代背景とか全然考えないで、もう手当たり次第並べた感じですけどもね。まあまあでも、うん、楽しめますねこれ組む段階でちょっと楽しんでましたが、じゃあちょっとお見せしておきましょうかね。まあこんな感じのもう平凡な街並みですよね。 RX8 とか RX7 のパトカーがねいたりとかね。はい、こんな感じで、あ、近づいてみるとでもなんかいいよね。おー、すごいね、トミカタウンの街並みってやっぱこうじゃないとあれですよね。あー、なるほどね、ちょっとネッツに入りにくいこうノアとか出たりねそんなこと何も考えてはないんですけどもね。いや、うん、十分楽しめる街並みがね作れたのかなと思います。ボクシーを展示車にしました。で、後ろのねこのタイムズにも、はい、こんな感じでね、適当にこうね並べてみましたが、まあ道路とかねちょっとねなかったんであれなんですけども、まあまあ本当にあの個人的にはね楽しむことがねできたので、まあ良かったのかなとは思います。まあ状態はねどうであれ、まあ個人的にはね本当にあの満足なので、まあ、もしねこういったものがね気になる方ねいらっしゃいましたら、まあ僕はもう半分もう本当にあの賭けみたいな感じでね宝くじ感覚で買ってるんですけども、まあいろいろとねいい中古とかね本当あのメルカリとかヤフオクとかそういったところねあの転がってたりするんで、まあぜひぜひ皆さんもね、なかなかちょっと勇気いるチャレンジだと思いますけどもね、気になるねトミカタウンとかねそういったものね古いものをね見つけたらねぜひチャレンジしてね楽しんでみてください。まあ当たりか外れか皆さんから言わせるとどうか分かんないですけど、まあ個人的に本当にさっきから言ってるように楽しめたんで今回はこれで良かったかなと思います。ぜひぜひ皆さんもね、まあ、古き良き時代のトミカタウンね楽しんでみてください。まあということでね今回はねこの辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様の、ね、チャンネル登録やコメント評価どんどん待ちますのでよろしくお願いします。あとツイッターでインスタ、そして最近でご覧の公式アカウントの方でね、そちら限定のね、動画も配信してるので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではね、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。